皆さんこんにちは。兵庫県知事の井戸俊雄です。明日から緊急事態宣言が6月20日まで、再延長されます。新規感染者数ですが、週間平均でまだ100人を超えています。したがって医療体制も厳しい状況になっております。インド株などの変異株もイギリス型の変異株がこんなに猛威を振るうようになる前に抑え込まなければなりません。うつさない、うつらないの自覚を持って、ぜひ対応して、いただくことをお願い申し上げます。今日は29でしたけれども、昨日は101、その前は2日間90代ということでした。これはちょうど3月の下旬頃の状況になっています。リバウンドを起こさないというためには、もっともっと1日の発症者数が減っていかないと。でしかもそれが平均して20を割るような状況になるかならないかぐらいの水準にしていかないと厳しいのではないか、こんなふうにも考えています。どうぞよろしくお願いします。県民の皆様には3つの行動をぜひご理解ください。家庭内での感染が6割になっているんです。したがってウイルスを家庭に持ち込まない、このことが一番重要です。ウイルスを家庭に持ち込まないためには、リスクの高い場面に近づかない、参加しない、つまり飲食や会食などのには注意をしていただきたいということです。またウイルスを家庭内に広げない、帰ったらすぐに手を洗う、家庭内でもできるだけマスクをするなどの注意が必要です。そしてウイルスを家庭外に広げない、これが職場だとか高齢者施設など、あるいは病院などのクラスターの原因にもなります。熱があるようだったら絶対に、職場に出かけない、学校にも行かない、あるいは毎日検温して熱を測る、そのような対応をぜひお願いします。外出の自粛もお願いしています。大阪などの感染拡大地域との往来は自粛してください。またお酒とかカラオケのある飲食店へ、には出入りしないようにしてください。また飲食店へお酒を持ち込んで飲むなんて行為もやめてください。路上や公園での飲酒など、これも厳禁です。テレワークやテレビ会議については協力をお願いします。目標としては出勤を7割減らすことが目標になっています。一人一人が人にうつさない行動を取るということをしっかり自覚をして、県民の皆様が実行されることを心から期待しお願いをいたします。事業者の皆様へのお願いです。事業者の皆様、特に飲食店の皆様には、再延長で6月20日まで、また酒類の提供やカラオケの提供の禁止などご協力をいただくことになります。ぜひリスクの高い場面を作らないという意味でご協力をよろしくお願いいたします。酒類の提供やカラオケ設備の利用を禁止してください。酒類とかカラオケ設備を提供しない飲食店等は8時までの営業としてください。店先や路上での飲食の禁止の呼びかけをお願いします。そしてお店での感染防止対策の徹底をぜひ行ってください。事業者の皆様には本当に再三ご迷惑をかけています。6月20日までのご協力ぜひよろしくお願いいたします。